こんにちは、吉谷さん。まあ、吉谷さんが振り返って過去の話をするときって、なんかね、結構楽しそうなんですよね。まあ、どういうお話をされてるのかっていうのは、様々、この動画をご覧になってる方は、見たことが、聞いたことがあると思いますけども、やっぱね、結局ね、前の会社にいたという経験をフルに使ってますよね。そういう意味では、今日を過ごせるのは、その会社があったからこそ、その会社で勤めさせてもらったからこそ、その会社で 痛めつけられてきたからこそなのかなと思うところで、私すごく共感するんですよ。私自身もね、自分で選んできたとはいえ、いいことは結構なかったんですよ。まあでもね、だからそれがあるから今、いろいろと語れるなっていうところがあってね。生まれついて、順調な人生で今みたいになってたら、これ誰も共感しないですよ。やっぱり。生まれつきだよね、で終わりなんですよ。でもそうじゃなくって、厳しい時期もあってね。例えば吉谷さんが、コメントしか書けないおっさんでしたとかね。麻雀店の親父ですみたいなことを言ってくれるから、そのマイナスが今のプラスに生きるっていうかね。その落差があることがものすごく説得力になるし、状態が悪い人がすごく希望を持てると思うんですよ。まあ、ですんでね。吉田さんが肺に穴開けながらこんなことやりながらやったみたいなところまで行ってない人でも、あ、自分にもチャンスがあるんじゃないかなっていうふうな材料という研修がその前の会社でできたんじゃないかなっていうところもありますし、コピーライティングにしても、そのプレゼンのね、ページにしても、ランニングページにしても、マーケティングプランにしても、なんか結局押し付けられたところもあるし、やらにはいけんような環境になったっていうところは全部その会社のまあ、リソースだったんでしょうね。まあ、こういうふうな気持ちで多くの従業員さんが働いてくれると、この会社のせいでこうどうこうとかっていうのはね、思うだろうけども、でもそれを材料にできるんだよっていうところで、やっぱあれがあったから今があるなって、常にそこに戻れるのかなと思うんですよ。これはね、私も同じ気持ちなんで、よくお分かりだと思いますけども。吉谷さんの状況が、当時が苦しければ苦しいほど全部今のね、プラスに生きてるなと。ものすごい反発力を持ってプラスに生きてるなと思いますよね。10年間で10億売ってきましたっていうことも言われてたと思いますけども、それはだからそこにいたからできたことだと思いますしね。それを会社を辞めた後も使いまくってるっていうところでは、ものすごい貴重な資産を手に入れた。やるだけはやった価値が十分あったなと思いますよね。誰よりもやったっていうふうに吉田さんも言われてましたけども、いや、まさにそれがそのまんま今会社を離れても使えてるってことでは、すごい財産をもらったんじゃないかなと思うんですよ。そういうふうに自分の過去を、吉田さんに限らず全部がね、あの頃に自分が痛めつけられたから、それがトラウマになって未だにできないって思うのか、あの頃にあんな経験したからこそ、あっこから抜け出して今こういうふうにうまくいきましたみたいになってくるのか、すべては自分の選択なのかなと思いますよね。まあ今回タイトルね、馬って書いてますけども、まあ私が別に鹿とはね、書かないですけども、まあ馬車馬のようにやる時期っていうのは誰しもあると思うんですよ。ただ時代が変わって、朝星夜星で一生懸命働くことが、これが努力ではないっていうことなのかなと今は思います。今はね、努力っていうのは、そんなにたくさんやらずに、まあ多くの効果を得ることなんですけども、まあけどね、基本的には量をやることなのかなと思いますよね。特にインターネットで成功したいと思うのに、インターネットを使う量が少なければ、これインターネットで成功できないですよね、吉谷さんね。だから思うんですよ。今回のね、矛盾っていう言葉はね、なかなか一文字じゃ表せないんですけども、なんか別のタイトルにしますけども、まあなんですかね、会社の仕事を一生懸命やっても、ネットビジネスで成功することはあまりないだろうなと。むしろ会社でやることを減らしていって、パソコン作業、自分の事業をたくさんやることをしないとね。そういうことなんだろうな。吉田さんはだから前の会社でむちゃくちゃやったって言っても、全部がパソコン関係とかマーケティング関係とかインターネット関係だったんで、全部が今に行きますよね。でも他の方でなかなかうまくいかないとすると、なんか工場作業を一生懸命やったりね。飛び込み営業を毎日一生懸命やったりとかね。それは今のパソコン作業にすごくつながりにくいことなんじゃないかなと思うんですよ。ですんで、先ですよね。その先に何があるのかってことを考えながらやることが大事ですよね。まあ、パソコンで一山当てたいんだったら、
パソコンの作業に一生懸命忙殺されてるんだったら繋がる可能性がありますけども、パソコンを使わない作業で一生懸命やっちゃうとね、ちょっと遠回りになるんじゃないかなと思います。常にその先に本当に自分の人生があるのかを見ていくことが大事なのかなと思っちゃいますね。いってらっしゃい。